はい、こんにちは。続きやります。前回は修造が、強い水戸を、ね、階段から突き落として殺してしまったエンドでしたけど、今回はね、そんなことが起こらないように修造は賢くして、まあ水戸はね、死なないようにしたいね。うん。じゃあ各章の初めから、多分水戸が叫んだところで、そうだね、死なない水戸の姫、いいね、死にそうもないね。多分ここからにすれば死なない水戸いないのか。キャーでキャーでキャーだわ。なんか このルートが本当にいいのかどうかは分かんないんだけど、いいのかどうか分かんないんだけど、まあ進めていこうよ。もう手遅れかもしれないけどね、このルートに入った時点で。誰か起きてください。で、ここで登ってくるんだね、誰かが。僕は思った。死なない水戸に違いない。前回は B を選んで水戸を殺したからね。死なない水戸？死なない水戸か。てか犯人だったとしてもいきなり突き落とすことなくない？なんか柔らかい感触とか言ってたから、完全に胸触ってたしね。賢い修造。死なない水戸だ。死なない水戸は、死なない水戸は生きていた。そりゃ死なないもん。全身が安堵を包んだ。彼女は僕の胸に飛び込んできた。2階でこうなるんだね。おじさんが、おじさんとおばさんが。いやでもこの時点で小林さんが死んでるから、いや絶対もう手遅れだと思うよ、このルートは。一体誰が。一刻も早く小林さんたちの様子を見に行かないと。僕は死なない水戸の手を握った。しかし下へ行こうとすると、彼女は首を振りながら抵抗する。いやそこへ戻るのは嫌。うん、ついてきてくれるだけでいい。あれ、床にモップの絵が転がっていた。僕はそれを取り上げて構えた。そういえば香山さんは。地下室に閉じ込められた香山さんはどうなったんだろう。こっからだと地下室の方が近い。お、新しい。先に地下室の方を見に行くことにした。地下室の扉は開いていた。まさか。込み上げる不安が激しく胸を打つ。僕たちは小林さんたちの部屋の方へと急いだ。あれ、1階の廊下の奥には部屋が3つあった。一番突き当たりの部屋の前で死なない水戸が急に歩みを止めた。あそこか。うん。部屋の中へ足を踏み入れた。明かりはついたままだった。あー、なんか新しいな。最初に香山さんの方を見たんだね、この時点で。まあここはちょっとグロいのでね、ちょっとここはグロいのでね、ひーだからこの血だらけのやつちょっとやばいよ。うん。でここで後ろ見ててね、みんな後ろ見ててね。通ると思う。誰か通ると思う。できることなら否定してあげたかったが。ほらほらー、あれ。今誰かあそこを痛いほど握りしめていた。うん。地下室の前まで来た。あれ、また戻ってくるんだ。香山さん、返事はない。裸電球が。香山さんはうつ伏せに倒れていた。黒い血だまりができていた。香山さんまで。もうこれあれだな、これあれだな、もう手遅れだな。さては、もういや、もういや、死なない水戸は、死なない水戸をしっかりしろ。あー、ここからどうにかできるってことなさそうよ。どうなの。いやでもいろんなエンディングを見たいっていうのはあるからな。2階へ戻って、非常事態です。なんでさっきはみんな出てきてくれなかったの。また何かあったの。香山さんの奥さん、へえ、そうね。主人はどこで。うん、あのおじさんが殺されたの。もうダメだ。これ以上なんだろう、挽回できる余地がない。もう違う選択肢を見ていく回にしようね、今日は。三木本さん、
鍵はかかっておらず。これ三木本さん、三木本さん生きてると思う。この時点で死んでるんじゃ。三木本さん、脈取ってみたら。ほら、シーツの上に出されている腕を折って。自分で冷たくできるよ、きっと。やっぱり死んでるの。脈は完全に止まっていたってさ。三木本さんってだって山男の風貌で、ん？山男みたいな風貌で、それでなんだっけ、カメラマンとかしててでしょ。ということはなんか野草の知識にも詳しかったんじゃないかな。脳内出血。いや、生きてるって。これ絶対生きてるよ、生きてるよ生きてるよ。ねえ、賢い修造、俊夫さんしかいない。いやー、俊夫さんね、死なない身と戻ろう。絶対三木本さん生きてっかんな。見てろよ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 。ああ、俊夫さん、俊夫さんは仇を打ったつもりなのかもしれないわ。俊夫さんじゃないの。地下室の鍵はおじさんに渡してた。狂ってる、そんなの狂ってるうん。それから、これからどうするの。朝まで我慢するかもしれない、かもしれない。いや、もう終わりだ、もう終わりだ。いや、多分犯人が分かったっていうパートで何か他の選択肢を起こさないとダメなのかもしれないな。うん、理不尽に殺されるかもしれない。はーい気が気じゃなかった。時計を見るがまだ5時前。ここで確か玄関のブザーが鳴るはずだな。ひどいものだった。うん、ここで加山さんではないかと僕は推理した。春子さんにもできたはずだ。二人は共犯だったかもしれない。春子さんと三木本さんの共、いや、うーんもう何もわからない。もうここの、この時点でもうダメだと思うわ。ピンポン。ピンポン来たよ。ピンポン。ピンポン。ピンポン。顔を見合わせた。いやー。はい。ここで、誰かが助けに来てくれたのよ。ここでこっち選んでみよう。これは罠だ。ちょっと待って、誰も来るわけがないでしょう。だって鳴ってるじゃないの。ほら、確かにチャイムは鳴り続けている。天にましまし我らの父よ。恵子ちゃんは幽霊が鳴らしているの、いるとでも思っているのか祈りの声を高めた。髪を振り乱して祈るその姿と声のせいでその場の不気味さが余計に増す。僕はイライラしながらかなこちゃんに言った。俊夫さんが鳴らしてるのかもしれないでしょう。どうしてそんなことするのよ。知りませんよそんなこと自分でも混乱して何を言っているのかわからない。そうだ、僕たちをおびき出すためかもしれない。いや、もしかすると風で何かが飛んできてそれがインターホンのところに当たってるのかもしれない。そんなことが本当に起こり得るのかどうか。僕は思いついたことをただわめき散らすだけだった。そんなこと信じられない。もしみんな黙ってて助けに来た人が帰ってしまったらどうするの。かなこちゃんは恐ろしい力で僕の手を振り払った。私は嫌、もうこんなところに閉じこもってるのは嫌。言っちゃった僕は追うべきか、ここに残ってみんなを守るべきか一瞬悩んだ。まあ前回はそうね、玄関まで行ったんだし、まあ俊夫さんがなんか血だらけになって死んでるのはもう知ってるけど俊夫さんが血だらけになって鳴らしてるっていうのは知ってるけど、まあ待っててみようか。逆に僕は振り返り死なない人たちの顔を見つめながら唇を噛んだ。賢い修造、彼女を一人にしないで。でももし俊夫さんがこっちに来たら、私たちのことは気にしないで、これだけいるんですもの、大丈夫よ。それより早くかなこちゃんを連れ戻して。あ、こうなるんだね。僕はモップを取り上げて廊下へ飛び出した。もうかなこちゃんの姿は見えない。耳を澄ますがチャイムの音はしなくなっていた。階段まで走り飛び降りるようにして一階降りた。かなこちゃんは玄関前で立ちすくんでいた。え、玄関の方を見るとドアのガラスが割られ、誰かの手がノブへと伸びていた。どうやらドアの鍵を開けようとしているらしい。僕は近づいてよく見ようとしてモップを強く握りしめながら玄関へ降りた。
割れたガラスから吹き込む風と雪が外側のドアと内側のドアの間のスペースで吹き荒れている。怖い怖い。外側のドアから突っ込まれた手は血まみれだった。僕は恐る恐るその手をモップの上でつついてみた。ピクリとも反応しない。誰だかわからないが、また死体が一つ増えたらしい。僕はそんな風に人事みたいに考えていた。そっと手を伸ばしてノブのロックを外しドアを押して開ける。さらに強い風が周りが見えなくなるほどの雪を乱舞させる。ドアに寄りかかるようになっていた死体がゆっくりと仰向けに倒れた。雪と血にまみれた川の真ん中でカッと見開かれた目、その目は間違いなく敏夫さんのものだった。敏夫さん、なぜなぜ敏夫さんがこんなところに。わけがわからなかった。そうな、かなこちゃんがお尻を床につけて座り込み、しくしくと泣いている。助けて、誰か助けて。彼女が僕が追いかけてくるわずかの間に敏夫さんを殺したということは考えにくい。では敏夫さんは一体誰に。わからない。しかしどうやらその何者かは外で敏夫さんを襲ったようだ。ということは結局のところ、僕たちの知らない誰かが全ての犯人だったということなんだろうかなのだろうか。いや、そんなことはないと思うけどね。みんな死ぬのよ。本当に死んでしまうのか。もうダメだよ。うん、賢い修造どうしたのよ。なんで外へ出たんだ。危ないじゃないか。いや、もうダメだと思いますもうみんな死ぬのよ。敏夫さんが死んでる。誰かって一体誰なの。ここから逃げようとして熊か何かにやられたのかもしれない。調べてみてよ。あれ、この後何か重要な選択肢あったかなあったかな傷跡、はい、熊じゃなさそうだけど、一番ありうべき可能性を認めたくなかったから。わあ、もうやめてくれ、もうたくさんだ。あれ、ここで悲鳴あったっけ。しっかりとその手をつないだ。みんな死ぬ、みんな死ぬ。かなこちゃんも床にへたり込んだまま何も聞こえなかったみたいに同じ言葉を繰り返している。どうするんだろう。握りしめている。廊下に誰かが倒れている。はるこさんは死んでるよね。ここで血が流れてくる。いやー、もうこの後選択肢なかったと思うんですよね階段通ったはずがない。3人が共犯だったとしたら、まあこれもありえるけど、ありえるけど、ありえるけど、どうなんでしょうねどうなんでしょうね。僕の部屋しかない。あれ、彼女の様子。バカはまだわからないのか。もう残ってるのは俺たちを除けばあいつらだけなんだよ。待ってよ、そんなことって。あれ、この後選択肢ありましたっけ。でもそんなことって、かなこちゃんね。でまたキャーキャーキャー言うて、うん、この後外に出なければいいんじゃないか。あの死体の群れを見せられた後では。どうして外に出たんだっけ最後。どんな理由があるのだろうか。私にはどうしても信じられないのね。3人全部共犯じゃないと。あ、そっか、水戸が出ていこうとするのか。しかし僕は死なない水戸だけは。いやよ、止めないで。あ、もうダメだもうダメだ。だってこれ選択肢ないもん。この後かなこちゃんに殺されて、違う、水戸に殺されて終わりだった。ああ、終わりですね。ジェイソンのような、多分一緒でしょう。うわー、いやー、もうこれあのエンドになりそうなんでなりそうなので、ちょっと戻ろうっていうか、違う章から始めてみましょうか。あの、なんだ、犯人が分かりましたっていう選択肢からもう一回ちょっとやり直してみよう。痛いよ。じゃあここカットで。
はい、やり直すんですけど、推理のところからやろっかなって思ったんだけど、せっかくだからここの選択肢ね、なんか石鹸を一回調べてみてからあの選択肢まで行こうと思う。石鹸はまだほとんど新品だった。手を洗うのに使ったようだ。もちろん何もない。いやでも石鹸あんま関係ねえな。ラン、肩車するからそこはなんか覗いてくれないか。今回はランとコナンくんです。いやーまあね、推理といえばみたいなところあるもんね。ありますものね。グレーのコート、まあ犯人が盗んだのね。6円かな。着替えは、あそこはまあ関係ないのかな。石鹸を使った跡があるとか。でも手を洗ったっていうのはどうなんだろう。洗面台で手を洗ったんだっていうのはもしかしたらなんか重要かもしれない。重要かもしれないぞ。変わった様子がないもん。一旦戻ろうぜ。うん、じゃあ推理とシャレ込みますか。推理としゃれ込むけど、とさ、ザザッと言う音。ふん、また驚いてる。この音重要だと思うんだけどな。にわかには受け入れがたい。僕は言った。よし。で、ここで、前々回は、すべての事件の犯人が分かったよ。前回は、田中さんを殺した犯人は分かったよ。じゃあ逆に、緑さんを殺した犯人は分かったよで言ってみよう。触れてないもんね。だってこっちとこっちどっちの選択肢を選んだとしても触れてないもん、緑さんの事件に関しては。よし、やれ。緑さんを殺した犯人は分かったよ。緑さんを、田中さんを殺した犯人とは別なの？多分そうだ。僕たちのほとんどが田中さんを殺せなかったわけだからね。敏夫さんが怒ったように口を挟む。おい、それはつまり俺は緑を殺してないけど田中さんを殺したんじゃないかってことか。まあそういうことです。冗談じゃないぜ。俺は緑も田中さんも殺しちゃいない。本当だろうか。敏夫さんの目は嘘をついているようには見えない。それに緑さんと田中さんが別々の人間に殺されたと考えるのはやはり不自然だ。やめて。その時再び典型のようにひらめいた考えがあった。今度こそ分かったよ。ああ、こうなっちゃうの。あん。ちょっと待ってよ。敏夫さん以外の全員が談話室にいました。むっとしたようなトリックに。ああ、これ同じになるんだ。ちょっと待って、この時点で一回戻って ABCD、 まだ分かんないやっていう選択肢選んでみよう。一回なんかこの流れだと絶対同じ方向に行くから、それで行ってみよう。よし、ここで一回 D を選んでみよう。やっぱり今の時点では犯人は限定できない。僕は軽くつぶやいたつもりだったのだが、ランに聞こえてしまったらしい。彼女は残念そうな声でこう言った。そう、わからないの。コナンならわかると思ったんだけど。ランに期待されていた。そう思うと不思議なことに僕の頭は猛烈な勢いで回り始めた。ああなってこうなって、あそこで彼が、嫌だから彼女が。コナン何ブツブツ言って。わかった、おそらくこれが真相だ。嘘、本当にわかったの。ランが驚いた顔する。違う、これ全部こうなっちゃうんだ。どの選択肢選んでも。敏夫さんが怪しいと思いました。ムッとしたような顔つきで。でもトリックを使えばあの時談話室にいた人にも犯行が可能だったと気がついたんです。トリックって、この時点で調べが足りないのかな。もしかしてあの時本当に窓が割れたのかわからない。時間差だったっているんです。じゃあちょっとこっから進めてみて、何か違うことが起きたらね、ちょっと、やってみようか。多分このままさっきのエンドまで行くと思うんだけどね。まあそれまでカットしてみましょう。ここで先に加山さんのところ行ったっけ。あー、じゃあ行ってみるか。離れるんじゃないぞ。僕がじっと見つめるとやがてコクリとうなずく。加山さん、返事はない。裸電球がひえびえとした。でーん。
でーん、推理だの謎解きだの。あれ、ここで小林夫妻の死体を見なくてもいいのか。あれ、この後にも見なくちゃいけないんじゃないか。何をするべきか考えた。小林夫妻の様子を見に行くべきか、それとも全員に生き残っていると全員にこのことを伝えるのが先か。あれ、生きている人間の方が先だ。あ、そう。とは言っても、もしも春子さんが犯人だとすればその必要すらないが。小林夫妻のところに行かないっていう選択肢もあるんだ。ということはみんなで小林夫妻見に行くんじゃない。どうかな。また何かあったの。春子さんが出てきて、行かないかな。地下室です。あ、新しい。僕が答えると彼女は何度か深呼吸してから一回やと降りていった。あれ新しいぞ。それだけじゃありません。どうもオーナーとその奥さんも。どうなんだ。わーい、あなた方3人はずっと起きてたんでしょ。何か物音を聞き、ドアを閉められてしまった。耳を澄ますと部屋の中から誰かの泣き声と一緒に奇妙なつぶやきが聞こえてくる。手にもしもし我らの父よ、迷える子羊をお救いください。誰かクリスチャンがいたらしい。僕はもうドアを開けてくれと頼む気にはなれなかった。どうせこの3人の中に犯人がいるとは思えない。むしろこうやって立てこもっていた方が彼女たちにとっては安全だろう。ああ、2階にはあと1人三木本さんがいるはずだ。なぜ出てこないのだろう。彼がみんなを殺したのか。そんな思いを抱きながら僕は三木本さんの部屋の前に立った。やばい、お腹鳴る。大事なシーンなのにお腹が鳴るよ。相変わらず返事はなかった。だっさりと開いた。どこかに行っているのだろうか。殺されない自信があるのか、それとも彼こそが。三木本さん起きてください。彼はピクリとも動かなかった。まさか死んでるんじゃ。三木本さん、脈取ってみたら。まあ、ここでは死んでるのかな。やっぱり死んでるのね。あれ、三木本さん本当に殺されたのだろうか。いや、でも今春子さんが下に行ってるんだよね。さっきとは違うよな、これって。あれ。あれれ、三木本さんはここで死んでる。敏夫さんなのだろうか。春子さん一人で大丈夫かしら。蘭が心配そうにつぶやく。大変だ。もし敏夫さんが犯人でもう何の見境もなくなっていたら、僕を除けばあとは女性ばかりだ。1対1で戦う羽目になったら僕に勝ち目はないかもしれない。みんなで団結しなければまた新たな犠牲者が出ることになるだろう、僕は思った。あれ、ん、ちょっと待ってね。ちょっとここで丸ごと保存させてちょうだい。丸ごと保存させてちょうだい、みんなね。よし。よし、じゃあ A から行こうか。ランの前で弱音は吐けない。はい、ランの目がなかったら僕は泣き叫んでこんなところからはとっくに逃げ出していたかもしれない。ん、知れなかった。決して勇気がある方でもないし、喧嘩に自信があるわけでもない。でも彼女の前で無様な真似だけは見せたくなかった。加山さんの奥さんや女の子たちに警告だけはしといた方がいいだろうな。僕は勤めて声が震えないようにゆっくりと言った。それから小林さんたちの様子を見てこないと。いや、あそこへは行きたくない。ランは激しい口調で何度も首を振った。僕は彼女のあげた恐ろしい悲鳴を思い出した。ああ、ここは一緒か。危険を冒してわざわざそのものを見に行きたくはない。仕方ないな。ランは女の子たちの部屋に入れてもらって一緒にいればいい。じゃあコナン一人で。大丈夫、すぐ戻ってくるから。勤めて明るく言ったが不安は増すばかりだった。女の子たちの部屋へ行き、再び強くノックする。開けてください、お願いします。ランとしばらく一緒にいてやってください。ドアの向こうは静まり返っている。入れてはもらえないのかと思った時、ドアがそっと開けられた。ランさんだけ。メガネのアキちゃんがやつれた顔で尋ねる。ええ、僕は今から下の様子を見てきますから。ならいいわ、入って。ランは頭を下げながら入る。ドアが閉まる前に僕は言った。敏夫さんが来ても絶対ドア開けないでください。いいですね。返事はなかったが多分大丈夫だろう。僕は大きく一度深呼吸してから1階へと向かった。息を殺し忍び足で階段を降りる。快適だったはずのペンションが今ではまるで違う建物に見える。曲がり角、そして部屋の隅の家具の影。
そういった暗がりで敏夫さんが息を潜めて待ち構えているような気がした。奥さん、春子さんいますか？地下室のドアから下へ呼びかける。ああ怖い。後ろに誰かが忍び寄っているような気がして何度も何度も振り返る。やがて春子さんがゆっくりと上がってきた。涙を流した様子はないが今にも倒れそうな青白い顔をしている。僕は少しほっとして言った。ああ奥さん無事でしたか？一人じゃ危ないですよ。2階で女の子たちと一緒にいてください。春子さんは僕の言葉が通じないみたいにスーッと脇を通り抜け幽霊のように2階へと上がった。なんとなく不安だがとりあえず小林さんたちの様子を見に行くのが先だと思った。あれこれ一人で見に行っちゃうな。大丈夫かな。談話室に転がっていたモップの絵を取り上げ構えながら宿戸へと入っていく。テーブルの下に敏夫さんが潜んで癒やしないかと改めながら進む。突然肌時計が鳴ったので心臓が飛び出しそうになった。時計を見ると4時25分。夜明けまであと数時間。裏口を通り過ぎてさらに進むと3つの部屋があった。突き当たりの部屋が小林さんたちの部屋だ。ドアを軽く押してみた。開いている。僕はまずドアが壁に当たるまで開けてから足を踏み入れた。ドアの鍵に隠れているかもしれないと思ったからだ。明かりはついたままだった。ここは一緒かな。小林さんがいた。死んでるいた死んでる。バスルームへ駆け込もうとした。でここで春子さんじゃなかった京子さんが死んでる。蘭はこれを見てたまらず悲鳴を上げた。ふむ。一刻も早く蘭の元へ戻りたかった。2、3歩後ずさって2人の死体が見えなくなると一目散に走り出した。もうゆっくり警戒しながら歩くことなどできなかった。ただもう少しでも早くここを離れたかった。あれ、裏口を通り過ぎるときドアノブに血のようなものがついているのに気がついた。なぜこんなところに。僕は気になって立ち止まった。よく見るとノブだけでなく床のあたりにも血のようなどす黒い跡がある。僕は、あ、新しいね本当にここねいやここはなんかこう取るに足らないことではないでしょう。近づこ。殺されちゃうかもしれないけど。血に触れないようにそっと指でノブを掴んで回したが鍵がかかっていてドアは開かなかった。つまり敏夫さんはここから逃げたわけではない。そういうことだろうか。小林夫妻を殺した後ここを通る際についノブに触れてしまったということだろうか。しかしそれにしては付着した血の量が多すぎるような気がした。血まみれの手でノブを掴んだ、そういう感じだったのだ。行ってみようよ、せっかくだから行ってみよう。僕は慎重にロックを外すとドアを小さく押し開けた。風の音が一段と高まり吹雪が吹き込んでくる。立ちろいだ一瞬雪の中に赤いものが見えた。血だ。大量の血が真っ白な積雪に垂れていて毒々しいシロップをかけた氷いちごのように見える。一体誰の血だ。驚きから立ち直ると僕は疑問に思った。敏夫さんが小林妻を殺したのだとすると死体の様子からしてある程度返り血を浴びただろう。しかしそれがこんな風に流れるわけもない。また誰か別の人間が殺されているのだろうか。それとも敏夫さん自身が小林さんが誰かを殺すときに死に物狂いの抵抗を受けて怪我をしたのだろうか。わー、ちょっと待って、すごいすごい戻りたくなってるこの人いやでもお腹も空いたし時間もいい感じなので一回ここで終わろう。やった、新しいパターンに入れたもう推理がね全部香山さんが悪いっていう推理に進んでる時点で何か見落としてきたのかと思ってすごい悩んでたから新しいルートすごい嬉しいじゃあ今日はこの辺にしといて一回終わります。お疲れ様でした。